怪我をするリスクを上げるんですよ。はい、皆様こんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの須賀です。今回はですね、コメント返答動画となっております。以前こちらの動画アップさせていただいたんですけども、この動画の中で私がサーブのスピードを上げようとするとどうしても肩を壊してしまう方がいるので、サーブのスピードを上げようとすることはまあ控えましょうみたいなお話をさせていただいたんですね。でそれを見ていただいた方からですね、まあ、なんでこのサーブのスピードを上げようとすると、まあ、怪我につながってしまうのかという具体的な説明が欲しいということで、今回はそちらに対してですね返答させていただきたいと思います。結構動画はご覧になっていただいている方も多いと思うんですが、どうしてもとりわけセカンドサーブですね、まあ、こちらがどうしても甘いので、まあ、リターンがねすごくいいところに来てしまって、なかなかサービスゲームが有利な展開にいかないと。なのでサーブのスピードを上げることによって、まあ、自分が有利な、ね、展開を作りたいって思っている方はすごく多いと思うんですね。しかしですね、ちょっと皆様に逆に考えていただきたいんですけども、サーブのスピードを今より上げようと思った時に何意識されます？もちろんね、サーブのスピードを上げようとするっていうことはですね、まあいろいろやり方があると思うんですけども、もっとラケット振ろうっていうふうに考える方多いと思うんですよ。これすなわちもっと今より肩を使おうと、まあ、そういった発想になると思うんですね。でここがですね、私やっぱりアスレティックトレーナーなので、ここが非常にリスクの温床になっているというふうに考えております。コメントをいただいた方からもご指摘があったようにですね、まあ、サーブも含めてなんですけども、その高い打点のアプローチショットでもまあ肩が痛くなるというお話だったんですが、これはですね、体の構造上からお話をすると、この腕、これをですね肩より高い位置で使おうとすると、別にこれテニス関係ないです、バレーボールとかバスケとか別に何でもいいです。とにかく腕を肩より高い位置に使おうとすることをオーバーヘッドモーションって言うんですけども、これやった瞬間に肩の負担がですね、腕が肩より低い位置で操作するより一気に負担が上がってしまうんですね。これは体の構造上の問題なんです。でサーブとか高い打点のアプローチっていうのは、いわゆる腕が肩より高い位置で行われることになるので、そもそも怪我のリスクが多い。まあ、これを踏まえると、やっぱりサーブの出力スピードをもっと上げたいなっていう時に、肩を意識して上げるっていうことは個人的には控えてほしいかなと。いわゆるコーチから見て、いやその打ち方、その腕のラケットの使い方をしてると明らかにボールのスピードが上がらないよっていう場合は、打ち方をですね、肩の使い方、ラケットの使い方をまあちょっと改善してもらって、結果スピードが上がるってことはあると思うんですけども、とりわけ皆様のサーブのスイング自体に何も問題がなければ、肩を使ってスイングスピードを上げようっていう意識は個人的には控えた方がいいと思います。ということで、どうやってスピード出力を出すのっていうと、やっぱり肩以外ですよね。下半身の力とか体の流れとかねじりとか、そういったその腕以外、肩以外のところから出力を出して、これ僕が一番言いたいのは、サーブのスピードは上げるんじゃなくて上がるにしてほしいんですよ。体をちゃんと使った結果、サーブのスピードが上げるんじゃなくて、サーブのスピードが上がったよねっていうのが個人的には理想な形かなと思うので、肩はですね、基本的には出力を出す場所ではなくて、下半身とか体幹から作られたパワーをパスする場所。肩の関節で一番いいのは、動きが非常に大きい関節なんですね。なのでパワーを出すというよりは、力を伝達する場所、ラケットを操作する場所として捉えてもらえると、怪我のリスクが少なく、かつスピードが今より出せるサーブができるんじゃないかと考えております。もう一つの疑問にお答えしたいと思うんですけれども、サーブはサーブでも、とりわけセカンドサーブ、こちらの方でスピードを上げようとすると肩の怪我のリスクが上がりますよっていうお話だったんですが、例えば今ちょっと僕がファーストサーブをバッと打とうとして、まあ、これファーストちょっと打ってみて、でここからじゃあセカンドを打とうと思ったら、皆様どうします？僕だったら当然今のセカンドで打つのはリスクが高すぎるので、当然今のサーブより回転かけますよね。回転かけます。ここがですね、怪我をするリスクを上げるんですよ。要は当たる瞬間の話なんですけども、ファーストサーブとセカンドサーブを皆様ちょっと比べて考えていただきたいんですけども、当然ファーストサーブの方が基本的にはスピードとかコースとか球質をより上げても、まあ、問題ないわけじゃないですか、セカンドサーブがあるんで。
なので自然とラケットに当たる瞬間、これをまあ厚く当てるというか、そのボールをしっかり潰していこうっていう風に意識してサーブを打っている方非常に多いと思うんですね。でセカンドサーブは当然ミスしたらダブルフォルトになるので、どうするかっていうと回転を使いますよね、まあ、スライスサーブだったりとかスピンサーブだったりっていう回転を使ってセカンドサーブをきっちり入れていこうって考えた時に、ファーストサーブに比べてやっぱりセカンドサーブの方が擦る、ちゃんとラケット面がボールをこう滑るような形を使って回転を生ませてサービスボックスにちゃんとコントロールしようという方多いと思うんですね。でこの感覚はもちろん正しいですし、もちろん僕もそうしてるんですけども、体の構造上で何が起こってるかっていうと、ちょっと難しい言葉使いますね。ボールにラケットが当たった瞬間、ここに抵抗というものが生まれるんですね。要は物と物がぶつかった時の力ですよね。これが発生しますよ。でこれが発生する方が体がしっかり、まあ、いわゆる筋肉がしっかり使えるのでちゃんと厚く当たれると。筋肉がしっかり使われるイコールすなわち関節の負担っていうのが減るっていうことが言えるんですね。より回転をかけていこうと思ったら、より肩を大きく使おうというふうに考えて使っている方が多いので、筋肉の使い方も減り、かつ関節をより大きく使っていこうと思うと関節にかかる負担っていうのがどうしても上がってしまうんですね。まあ、ちょっと難しい形しましたけど、なんかね抜ける感じです。抜ける感覚、しっかりボールがミートすると体がこうクッと使われる感覚って皆さん感じられると思うんですけども、サーブのみならずうまくラケットにボールが当たらなかったりとか、打点が前すぎたりとか、なんか違うところで打っちゃうと、なんか肩がこう抜けた感じ、外れるような感じって感覚として生まれると思うんですね。でそれがファーストサーブより厚く当てようとする使い方に比べて、セカンドサーブの方がより回転をかけておこうっていう風な感覚で打つために、関節にかかる負担がどうしても上がってしまうんです。でこれ考え方としては間違ってないじゃないですか。テニス的により回転をかけていってセカンドサーブを入れる、これ間違ってないじゃないですか。なので僕が警鐘として言いたいのは、セカンドサーブをより肩を使ってスピードを上げようとすると負担が上がりますよね、怪我のリスクが上がりますよねっていうことを言いたいので、最初に言ったサーブというのはスピードを上げるんじゃなくて上がるようにしたいと。でとりわけセカンドサーブだったらもっと練習をして、例えばシカ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 こう回転だけをかけているセカンドサーブではなくて、ちょっと厚く当てて潰していくような感覚で回転を使えるようになると、肩周りの筋肉がしっかり使われることによって肩関節の怪我のリスクが減っていくということが言えると思うので、ちょっと難しいね説明してしまったんですが、こういったところが理由でセカンドサーブはとりわけ気をつけましょうということが言えると思います。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回の動画はですね、まあ、肩を使ってサーブのスピードを上げようとすることはちょっと一度ねお考えいただいて、まあ、リスクのことを考えながら、まあ、サーブのね練習をしていただきたいなというような動画でした。まあ、冒頭お伝えしたのはスピードを上げようとするんじゃなくて上がるようにしましょうということなんですが、もう一個大事なのは、その皆様が打ちたいボールのスピードだったりとか回転量が打てる体をちゃんと作ってますか、要はトレーニングしてますかなんですよ。単純に大谷翔平投手のような165キロ投げたいって言っても普通皆さん突っ込みますよね。無理だよお前、なんでか。もちろん野球の技術はないんですけど、その前にこの体じゃ無理なんですよ。なので皆様の打ちたいサーブを一緒のことなんですよ。でもやっぱりこのコートに来てやっぱりサーブもっと打ちたいんだとか、試合で自分のサーブのスピードが遅くてやられてしまった場合は、やっぱりコートに来て皆さんねサーブの練習しっかりしてしまうことが多いと思うんですね。それが積もり積もって結果残念ながら肩怪我しちゃったんですよっていうことをね、私アスレティックトレーナーとしては日々正直目の当たりにしている現実なので、まあ、お気持ちもわかるし、サーブの練習は大事なんですけども、今日お話しさせてもらった肩関節の話だったりとか、自分がやりたいテニスがあるなら、そのやりたいテニスに準ずる体をちゃんと作ってからやるようにしてくださいっていうのがですね、僕が今日声を大にしていきたいことだったので、ぜひ参考になればありがたいなと思っております。ということで、また次の動画作ろうかなと思いますので、引き続き怪我がないようにですね、練習試合トレーニングと頑張ってください。ということで、また次の動画で会いましょう。さよなら。